アシセットから発売されたディズニートレインを作るときに特に注意して作業した方がいいところを紹介したいと思いますまず1号の演出扉を取り付けるときに留め金具を入れて E リングを付けるのが少々難しいといった方もいらっしゃるようなので紹介したいと思いますまず留め金具のピンを入れます次にこの金具と金具の間に E リングを入れるわけですが、部品が小さいので、まずピンセットで切り欠きが真下になるように入れます。次に、リングが回転しないように気をつけながら、ラジオペンチの先で真下へ押し込みます。もしラジオペンチがない場合は、割り箸の先で真下に押し込みます。 割り箸は柔らかめの木なので、リングがあまり滑らなくてうまくいくと思います。これで演出扉の完成です。ナンバープレートの取り付けですが、ケースから外すときもそうでしたが、ネジの下穴が小さいのかかなりきついです。なんとか外すことはできたのですが、 扉につけてネジを締めようとしたところ、ネジの頭のところから折れてしまいました。もしこうなってしまったら、一度つけて外すこともないので、向きを確認して、瞬間接着剤をつけて固定しちゃいましょう。扉の取り付けですが、止めネジは裏から瞬間接着剤ですでに固定してあるので、まず付属してきたナット回しにナットを入れ、 手元を近くに用意しておきます。次にドアロックの金具の向きをよく確認してはめます。突起がある方が裏面で、高くなっている方が内側になります。ワッシャーも裏表があります。綺麗に面取りされて、処理されている方を表にしてはめます。 そうしたら、ナット回しにはめてあったナットを落ちないようにしてはめていきます。下に向けるとナットが落ちてしまうので、扉側を持ち上げて締め込んでいきます。この時に最後まで締め込まないでおきます。もう一度平らに置いて、ドアロックの金具の向きを確認してから本締めします。 次に注意して製作しなければいけないのが4号の前哨灯の組み立てです。特に壊しやすいのがレンズ固定金具とボックスの部分です。まずレンズの内側を汚さないようにして固定金具に入れます。上下にある丸い穴に反射鏡の丸い突起部分を合わせてはめるのですが、両方一遍にはめようとするとうまくいきません。 そこで、片方を入れてから残る一方を入れていきます。この時、無理にはめようとすると、樹脂が割れてしまいますので、気をつけましょう。完成したら、今度はボックスにはめますが、この時も、 片方ずつはめていきます。そして最後にはめるときに、ボックス全体を持ってはめ込むと、ボックスの金属が薄いので歪んでしまいますので、必ず動画のように板の部分を掴んではめ込みます。 サイド扉ですが、組み付け後開け閉めしてみると、扉についている金具はプラプラして、扉自体もパカパカしています。そこでしょうがなく、長板の隙間に瞬間接着剤をほんの少しつけます。少し動きが固くなって、都合が良くなると思います。ただ本当につけちゃわないようにしてください。 以上、制作上注意した方がいいと思われるところを紹介しました。また、迷子の制作編は別にアップしていきますので参考にしてください。